ボスギリラとおちょめのドバドバ大放送。始まりました、ドバドバ大放送ですね、久しぶりかな。はい、ちょめさんちょっとね、お仕事の関係で今日来れませんでした。すいません。じゃあちょっと代わりにね、ちょめさん置いといくからね、これね、みんなお見知りおきを。ということで、今回ね、アームズマガジン、2018年11月号これね、皆さん見た方は、まあ、と思った方がいると思うんですけど、このページのですね、166ページこれですね、月刊ゲリラリア、自分がですね、もう18年間ゲリラでやったコーナーなんですけども、まあ今月をもちまして終了です。はい、ということでですね、まあこの記事を読んでいただければわかるんですけども、まあアームズマガジンの、今までですね、ゲリラリア軍団、まあウピーピ隊もですね、長くやっておりまして、まあこの業界にですね、いろいろ旋風を巻き起こしたと思ってます。はい、でまあサバゲ業界もですね、すごい盛り上がりを見せて、まあうちらのね、まあ役割はまあ今後、まあアームズマガジンでは終わったかなという形になってまして、まあ一応ゲリラリア、アームズマガジン、まあゲリラリアとウピーピ隊が辞めるわけではないんです。あくまでもこれね、アームズマガジンのレギュラーですね、レギュラーを終了ということなので、活動自体はやります。はい、皆さん完全に辞めたとかどっか行っちゃうんじゃないかとか、そういうことではないんです。一応まあ今後ともですね、この業界でうちらはちゃんとやっていきますので、そこは勘違いしないように、まあアームズマガジンでの活動ですよね、それがまあレギュラーが終わったと。まあ引き続きアームズマガジンはやるんですよ。はい、普段こうスポットでね、ゲリラとかも多分今後出てくると思うんで、そこら辺は皆さん勘違いしないようにお願いしますね。これ記事で読んでいただく、読むとですね、まあ詳しいことが書いてあるので、皆さんアームズマガジンをね、まあ買ってください。まあそこにいろいろ具体的に、自分の思いも書いてますんで、まあここじゃね、まあ言ってもねしょうがないので、まあ皆さんアームズマガジン読んで、まあ皆さんこう、あ、ボスこうだったんだみたいに思っていただければと思いますね。18年結構長くやってたね、アームズね。やっぱいろんなことがあったかな。最初ね、ギリラリアやり始めた頃はまあ結構大変だったね。やっぱ認知度もなかったし、まあサバイバルゲームっていうそものね自体が実際にまあアンダーグラウンドな遊びだったんで、今みたいにね結構若い人たちとかがまあその気軽に遊べる環境ではなかったんだよね。当時は本当にサバイバルゲームフィールドもほとんどなかったんで、まあやっぱ実際にこのサバゲを普及するっていうのはね相当難しかったんだよね。その時の苦労っていうのはね、すごく自分はもう長くやってきてるんでもうわかります。これ本当ですね。今がもう本当に奇跡なぐらいサバゲがこう盛り上がってるっていうのは自分がすごい痛感してるんで、やっぱ今はいい時代ですよ。その気軽にねサバイバルゲームでフィールド行ったら普通に遊べるっていうのはこんな幸せなことはないので、昔はねそんなことはなかったっていう、うちらがやり始めた頃は本当にまあゲーム自体、まあもう本当マニアがやる遊びだったので、まあ一般の人たちがね参加するってこともなかったし、でまあうちらもねこういう普段ジーンズ姿でやってるっていうのも、それはもうサバイバルゲームを普及させるっていうことでやってたんだよね。こう気軽な装備、まあ気軽な服装でサバゲーを楽しもうで、誰でもできるんだぜっていうコンセプト、まあ迷彩服なんか着なくてもまあゲームはできるぜっていうまあコンセプトで普及させてたという時だね。でまあウピーピ隊っていう女の子チームも入って、まあ女の子もたちもサバイバルゲームできるよってことで、まあここで結構急激に伸びたかな。うちらの力っていうよりもまあウピーピ隊の力の方が強かった部分もやっぱあります。今なんかね女の子のゲーマーなんか結構当たり前のようにいますけど、
当時はね、いなかったからね。あの、ウピピタイも結成した当時は、やっぱ女の子チームってほとんどいなかったんですよ。だからやっぱ、実際に、まあ、サバイバルゲームフィールドとか、まあ、ゲームしにね、うちらウピと一緒に行くときに、まあ、他のユーザーさんから、どうせウピピタイなんかやらせてっていうか、まあ、やらされてるんだろうと。うん。で、まあですね、あいつらダメだぜっていう風な印象がも、ね、印象を持ってやっぱり接する方がほぼ多くて、まあ実際にだけどウピピタイとゲームやった方はわかると思うんですけど、まあ結構ガチで普通にゲームやります。まあそういう風に自分もプロデュースしてきたつもりなので、うん、まあ彼女たちはね、その外のフィールド出て恥ずかしくないような、こうゲームスタイルということは自分は、はい、教えたつもりだったので、まあそれが今に生きてるかなという感じはします。うん。で、まあ、改正銃刀法ね、その当時、まあ2006年、2007年の時にできた時は、まあさすがにやっぱ業界は落ち込んで、もうサバイバルゲームは終わりだというふうに言われた、もう本当にね、もう寒い時代、もう冬の時代っていうか、だったんですけども、まあ本当にね、まあ10年以上経って、ここまで盛り上がったっていうのは、ちょっと、もう本当に嬉しいかな、っていうことです。まあ、うちらはですね、まあ今後、まあ新たなステージを、新たなステージでちょっと、まあ、いろいろ挑戦していきたいと思うので、まあ、今後、いろんなフィールドとか、まあ、いろんな多媒体とかね、雑誌とかでも出る可能性はありますので、またその時は、ぜひ皆さん、応援よろしくお願いします。まあ、今後のね、活動については、まあ、いろいろ、まあ、告知とか、まあ、していきたいと思いますので、まあ、皆さん、その時で、まあ、いろいろ、まあ、直接ね、なんかボスに話したいとか、まあ、フィールドでやって、そうだったのってことがあれば、もうバンバン聞いちゃってください。まあ、全然答えますんで。うん。そこら辺は、自分は嘘を言ってはないので。皆さん、一つ、よろしくお願いします。はい。ということで、チョメさん。おい。おい、おい。おい、おい。ね。おい、おい。ということでね。チョメさんもね、今ね、痛えな、この野郎って言ってますけども。はい。ちょっと告知を、はい、したいと思います。でーん。これですね。はい。第4回爆裂祭10月7日日曜日、はい、池袋サンシャインシティ B ですね、はい、開催します。で、これなんですけども、全国のですね、メーカーさんやですね、ショップさん、あとね個人ブースの方も、結構出店していただけるということで大変盛り上がると思います。で、出店するものも、まあ、結構まあ今時のね、ガン系とかガンパーツとかエアガンとか、あと装備ですね、結構新しいものも多くて、で結構業者さんがねこの爆裂祭に向けて新製品とかなんか発表するっていうことなので、それもちょっと期待できますね。トリガンのメーカーさんですね、G&G とかですね、 KSC、 あとはですね、ボルトですね、ボルトさんとかも出るんで、まあ、結構そこでいろんな商品をですね、紹介すると思います。皆さんこれね、ぜひ遊びに来てくださいね。ボスゲリラもいますんで、まあ、ウピープタイもいます。で、さらに、まあ、自衛隊の無料ベース。はい、ここが結構メインでして、まあ、自衛隊が、結構無料でですね、お客さんをですね、こう、いろいろ呼んでですね、いろいろ体験する、まあ、VR、なんか VR のなんか体験機械とかですね、あと、偵察用バイク。はい。こういうのも展示ですね。あと、よくね、アームズマガジンでも活躍してる飾りさん。はい。飾りさんがですね、自衛隊ブースに来ていただきます。はい。で、さらに、スペシャルゲスト、鈴木咲さん。はい。咲ちゃん来るよ。皆さん、咲ちゃん来るからね。はい。まあ、咲ちゃんもですね、まあ、いろいろな企画を考えているみたいなので、皆さん、楽しみにしておいてください。はい。ということで、今回はですね、数房一人だったんですけど、まあ、チョメさんがね、まあ、こんな感じだからね、おい、聞いてんのかよい、みたいね。うん、まあ、なんだけど、まあ、引き続きですね、うちら、ミニタイ業界で、ちゃんと活躍しますので、皆さん、安心してください。はい。いなくなっちゃうとかですね、そんなこともありません。はい。で、YouTube の方もですね、ウピウピチャンネルの方で今ね、結構伸びがあってですね、まあ、ウピーピタイとか、まあ、うちらゲリラリア軍団もですね、まあ、結構、いろんな仕事の依頼が来てて、ちょっとありがたいなと思ってます。で、引き続き、こういう形で皆さんにですね、
紹介とかお会いできればいいと思ってますので、今後ともよろしくお願いします。はい、ということでちょめさん、最後の締めやっちゃう？やっちゃう？よしよしよし、なんかちょめさんも OK だというので、じゃあ皆さんチャオチャオでいいかね、ちょめさんこれね、はい、はい、チャオ。